シュトットガルト・ネルトリンゲン線は、バーデン・ビュルテンベルク州、シュトットガルト・バートイコールカン・シュタット駅と、バイエルン州ネルトリンゲン駅を結ぶ、幹線鉄道路線である。シュトットガルト・アーレン区間は、レムス線あるいは、レムス国線とも呼ばれる。名称は、バイブリンゲン・ウェッシンゲン区間と平行に流れる、レムス側から由来する。レムス線は、 伝統的にバートカンシタット・アーレン・ネルトリンゲン区間を示したが、今頃はほとんどのバイシュトット・ガルト中央駅、アーレン中央駅の区間がレム線と表示される。アーレン・ネルトリンゲン区間はリース線に属する。この路線は全区間にかかって電化されている。この路線の起点はバートイコールカンシタット駅であり、路線距離はそこから測定されている。 4つの線路はその駅から離れて立体交差でフィルス国線の上から分岐する。以下の区間は右側通行で一般線路は内部で S バーン観光線は外部で続く。起点からフェルバッハ駅まで高度は60メートルずつ上がる。フェルバッハバイブリンゲン区間では S バーン列車用立体交差線路が設備されてこの路線の列車がムルセンを経由する列車と 障害なしに互いに通行することができる。また5番目の線路が設置され、急行列車と S バーン列車は、相互通行には、障害が少ない。くさび方駅である、バイブリンゲン駅では、シュベビシュハルヘッセンタール駅方面の路線が分岐する。バイブリンゲン駅からは、伏線線路が、アーレンまで続き、高度は、レムス川を沿って、ボイテルスバッハ駅まで、低くなる。列車は、 エンダースバッハ駅に至る前にアーチ型高架橋を通じてハイデンバッハ小川を渡る。ショルンドルフ駅ではベルズハイム方面のビースラウフタニ線が分岐する。ウルバッハ駅の前に列車はレムス川を渡って走り続ける。シュベービシュグミュント駅では1986年頃までゴエピンゲン方面の方変シュタウフェン鉄道が分岐した。この路線は 越進源までレムス川を沿って続く。レムス川は越進源で南側から流れるが、列車は東の方へ向かい、分水嶺を通じてコッハー谷の方へ走行する。分水嶺では本来ならトンネルが計画されたが、その経路は曲線で迂回する形である。この路線の建設は全体的に巨大な人工構造物なしに実現されることができた。 ブレンツ線は、アーレン中央駅でこの路線と合流する。列車は続いてコッハー川を沿って、北の方向へ、ゴルツホエーエイフェ駅まで走行する。その駅では、この路線の乗降場が、クライルスハイム方面の乗降場と分離されている。列車はネルトリンゲンまで、曲線の多い区間及びシュバーベンジュラ山脈の、山裾を貫通するトンネルを通過する。終点である。 ネルトリンゲン駅の直前には、ドムビュール方面の線路と、キュールートビ避難北鉄道の一部である、プラインフェルト方面の線路が合流する。19世紀半ばの頃、シュトットガルトからウルムまでの東部線建設が論議され、アーレン経由の迂回連結化、ゴエピンゲン経由の直接連結化は、その選択肢であった。第1案は相当な迂回路にもかかわらず、第2案より有望であった。 しかし何年間の論議の末に、ガイスリンゲンの堀坂の南工事が採択され、それで1850年フィルス国船が開通した。ビュルテンベルク王国の幹線鉄道網が一段落、された後、すぐに東北地方で建設された鉄道のプロジェクトは、産業の中心地であるグミュンとアーレン、ハイデンハイムを鉄道で結び、ノエルドリンゲンデバイエルンと鉄道との連結を処理する。 ことであった。鉄道建設企画の責任者であった、ゲオルク・フォン・モーロクは4つの候補経路を検討した。レムス国線は、フィルス国線の線路共有で、路線距離が短くなるので、東の経路の建設費が最も低かった。討論会で、バイブリンゲン氏及び、ショルンドルフ氏は、鉄道連結の要求条件で主導権を取った。 少ない高度差による簡単な運用とより短い距離は、バイブリンゲン、ショルンドルフ経由の経路の決定に影響した。1861年7月25日間したと、バッサー・アルフィンゲン区間が開通した。当時ビュルテンベルクの主要製鉄企業である、シュベービシュ製鉄所はこの路線に使用された機場を供給した。この路線に早く 1km の距離で、 線路監視小屋が設置され、そのうちに電信機が設置された。1863年10月3日この路線は、ネルトリンゲンまで延長され、そので、ルートビヒ南北鉄道と接続することとなった。それで、ビュルテンベルクとバイエルン間鉄道を連結が2番目に、形成された。国境線から、ネルトリンゲン駅までの区間は、ビュルテンベルク王立鉄道が、 借地契約によって運営した。ネルトリンゲンでは、レムス鉄道向きの分離された駅舎と、東端式駅が設置された。伏線加工時はこの路線で初期に進行され、1864年、カンシュタットフルバッハ区間が、伏線線路が設置された。1910年には、クミュントまで2本の線路が設備された。一方、 アーレン・ウルツホエーフェ区間は1866年、すでに伏線で改修された。1897年5月、ウンター・ィュルクハイム、方面の三角線が開設された。その目的は、シュスター線と同じく、シュトゥットガルト中央駅の貨物交通を分散することであった。第一次世界大戦の終戦後、グミュント・ウンター・ボエービンゲン区間は1920年、 アーレンまでの区間は1926年に伏線化された。第二次世界大戦の末期にドイツ軍はハイデンバッハオ側及びコッハー川上の鉄道橋を爆破した。それで列車はシュベービシュグミュントで方変シュタウフェン線を通じて迂回しフィルス線に到達せねばならなかった。アメリカ軍公兵団はエンダースバッハオに仮の鉄道橋を建設して 1945年8月には列車の通行が可能となった。その小川は過去には橋から見えたが、その時には川は道路の拡張で覆害された。1945年夏にコフハー川の鉄道橋にも列車運行が再開された。レムス線は1949年バイブリンゲンまで、1962年ショルンドルフまで電化され、それで シュトットガルト通勤列車システムは拡張されることができた。1971年にアーレン駅まで電化が完了した。1972年アーレン・ネルトリーゲン、ドナウベルト区間で電気運転が実現された。それで電力供給設備はシュトットガルト・ミュンヘン区間でウルム経由の路線以外に生成された。電化の背後事情の一つは1972年ミュンヘンで 開催された夏季オリンピックであった。1981年9月に、ショルンドルフ方面とバクナング方面に S バウンド線が開設された。1975年締結された第二次建設契約により、様々な基本施設の改造は日程に組み込まれた。1978年から1981年まで、バート・カンシュタット・バイブリンゲン区間は、複々線で改修され、 ヘルバッハ・バイブリンゲン区間には立体交差線路がシュベービシュ・ハルヘス・センタール方面の線路分岐の目的で設置された。その線路を通じてバクナング及びショルンドルフ方面の S 番列車通行が可能となった。1983年と1984年に欧州特急列車であるラインゴルト号がこの路線を経由してマンハイムからミュンヘンまで走行したことがある。 この路線は観光目的で採択されたが、インターシティシステムの容量及び適合性不足のため、欧州特急の路線から外された。シュトゥットガルト・バイブリンゲン区間はドイツ連邦交通計画1985で整えられた、ニュルンベルク・シュトゥットガルト改良区間の一部であった。その改良計画はドイツ連邦交通計画1992には継承されなかった。 1980年代の初期に、この路線に急行列車が導入され、1988年夏には、その列車の1時間間運行、各運行は広くなって、新型車両も投入された。1989年夏にこの列車の客車は、地域急行列車と表示された。フェルバッハ・バイブリンゲン区間の高架線路1996年。 S バ列車の運行間隔は20分から15分に短縮され、ドイツで鉄道はその目的で、バイブリンゲン・ショルンドルフ区間に線路を追加することを促進した。しかし1993年アーヘン工科大学で作成された研究報告書によれば、自動信号の閉塞区間の短縮及び、バイブリンゲン駅の改築で十分であると言われた。 この工事は1993年当時の連邦鉄道との契約上に調整され、バイブリンゲン・ショルンドルフ区間で複合信号装置が設備された。それでも信号システムは障害に影響されやすくて、その障害を解決するために2000年頃フェルバッハ・バイブリンゲン区間には急行列車と S バーン列車が同時にバイブリンゲン方向へ走行できるように5番目の 線路が追加された。ドイツ国内の他の路線と同じく、この路線にも小さな貨物列車予測線が旅客用線路のため廃止された。またシュベービシュグミュント駅の広い貨物駅も廃止されている。2002年12月から2003年12月まで、ラウフハイム・アウフハウゼン区間はビル・トバーゼントンエルの入り口の地滑りのため封鎖された。トンネル東側の入り口は 入念に改築された。この路線は2009年全般的に改修され47個の分岐器が新たに取り替えられた。ゴルツホエーフェネルドリンゲン区間の乗降場も、ベストハウゼン駅、ラウフハイム駅、アウフハウゼン駅、ボブフィンゲン駅、プフアウムロッフホ駅で新たに改築された。同年4月24日から10月15日まで、 ショルンドルフ・アーレン区間は2段階で封鎖された。工事の間に地域輸送の部門には取り替えバスが運行され、インターシティ列車はムルセンを経由した。2013年7月から9月までバイブリンゲン・ショルンドルフ区間は改修された。それでエスニ列車は平日に30分間隔で、快速列車は1時間間隔で運行された。2019年初期に グルーンバフハバアイブリンゲン区間の線路が完全に取り替えられ列車運行に関する2度の封鎖が不可避であった。2019年6月9日イギリス系交通会社であるゴアヘッドのドイツ法人が DB レギオから地域輸送の運営権を引き受けた。シュトットガルトプリューダーハウゼン区間の運賃システムはシュトットガルト運輸連合により管理されている。 バルトハウゼン・ネルトリンゲン区間では、東アルプモビル有限会社の料金システムが適用されている。ありがとうございます。